あれが現実世界に出てこれたのは3年前、帝王パト様とメリア様とのつながりが定着し、プリズンエデンという世界が確立してからだった。待ちわびたこの時が来た。我が自由の身となり、世界をまた自意識する。我以外が存在しないこの世界に多くの罪人を収監する。宝探しをするような気持ちだった。さてさて、息のいい奴隷。じゃない?罪人をたくさん集める放浪の旅を始めますかね。この服装むちゃくちゃ浮いてるんだけど弱ったな。いや、あの人のカラコン痛すぎー。服装をせっかくどうにかできたのに次はメカ。人の体質に対して陰口でコソコソと。恐ろしいね、生き物ってやつは。あいつ目隠ししてんだけど、わらわらやばー、わらわら絶対変態じゃん、わらわら。あい、じゃあ服装に文句、目に文句。だから目隠ししたらそれも笑いやがって。じゃあどうすればいいんじゃボケ。身ぐるみ剥がすぞ、ボケー。やべ、キレてきた。こわ、知らんぷりしとこ。では、あれ帝王様じゃん。あまりにも小物臭くて一瞬わからなかった。今認識されても困るし記憶奪っておこう。危ない危ない。くだらない記憶だから多分大丈夫だと思うけど、はぁ、油断ならない。さてと、こんな棒でガチガチなところで勝手に罪人なんか捉えて、間接的に帝王様の記憶に残っても困るし、この星から抜け出すしかないな。星から抜けたら次は生命体いないっていう罠だよね。私の力は、プリズムエデン、に罪人がいて成り立つところ多いのにな。このままだと罪人も管理できないなんちゃって支配者だよね。帝王様から離れた時点で役割放棄みたいなもんだけどさ。そうだ、ミガドルエデン、も起動してるし向こうの支配者に積極的に、プリズムエデン、に罪人を運んでもらえばいいじゃん。早くしないと、監獄なのに罪人いねえじゃーん、わらわら。ってバカにされる、私の存在意義がなくなる。ミール、聞こえるかミール、ミガドルエデンの出来損ない従属をどんどんプリズンエデンに送ってくれ。我がしっかり構成させてやる。ああ、こちらミガドルエデン最高支配者ミール、エデン、ただいま留守にしているので要件をお話しください。多分聞かないので通信機器とぜひ独り言を楽しんでね。この昭和の精霊多いね。会う機会があったら説教してやる。いつになるか知らんけども。ミールは従属を守るからな。別に届けくよってわけじゃないのに、食わないだけで好き放題するけども。でもさすがにミールを敵に回すのもな。真剣勝負したら勝率は3割。いや、罪人いないから2割か。面倒くさいの挑戦だからな、あいつは。数年いろんな星を眠ってきたけど、気に入るほどの罪人が見つからなかった。残忍な扱いをするにも私にとっても遠慮しなくていいくらいの極悪人が欲しかった。我の理想高すぎるんだな。正真正銘のクズで。あ、こいつなら悲鳴上げてもむしろ気持ちいいな。って人を取り入れたい。でも縁がないんだろうな。何度もミールに連絡してるけど、毎度ルース使われるし、直接で向こうにも帝王様の近くに行かないとだし、今自分がどこにいるか全然わからない迷子だし。当てのない放浪の旅をして迷子になって、全然知的生命体とも会えず、会えたとしてもすっごい善の存在だし。そうだ、どうせなら栄養したらいいじゃん。扱いきれない大罪人取り扱います。これだ、これで勝てる。過去に何度か神の国を見たことあったし、ちょっとセールスしてみるか。ウィンウィン、まさにカツル、私向き、アイアムセールスガール。ふーん、私の国の罪人を受け取って障害管理しますねー。別に構わないが、君に何のメリットがあるのか、それが気になるね、私は。先生言うなら性癖っすね。そういうの好きなんすよ、姉を。罪人の面倒を見て苦労したいマゾなんすよ。あ、そうか、別に君の性癖を否定する気はないが。大丈夫か。罪人は確かに我が国ではゴミ同然、死罪を言い渡すだけだ。だがこれを聞いておかないと私も安心してお願いできないわけなんだが。どこの手のものだお前。この国ではゴミでもその復讐心は戦で使えるからな。所属する勢力次第では君に罪人は与えられないな。主はパト様っす姉を。でもパト様と全然無関係っす。私の私利私欲っす。え、パト、そうか、パトか。そうか。パトか、ということはヨネカ帝国か。あそこはな、お母様のお気に入りだからな。手を出したとなれば私の立場も危ういな。どうしよう。狙いはなんだ。わざわざ人体に困っていない国が罪人を招集しているのか。人体実験にでも使うつもりか。あそこはメリアだったな。メリアはお母様と同じ敵が狂ってるからな。十分あり得る話だな。さっそ、さすが帝王様とメリア様。すんごい小物臭かったけど肩書きは本物。国のお偉いさんもビビってる。ならちょうど
には友好関係と信じているからな。主にしっかり伝えておいてくれ。マッチモチ、当然じゃないすか、姉も。いやー、話が早くて助かるー。うっしゃ、これで100体ゲット。あとは私が分けた縄も分裂してると。やっぱり一番の楽しみは割り振りだよね。我が査定してその評価によって各階層にあるガーデンに配置する。第一階層に存在する最も優秀で清楚な囚人が入る、レイディアントガーデン。ほぼ構成不必要で我のアシストをしてもらう囚人が入る、ホーリーガーデン。第二階層に存在する娯楽と芸術の特化した囚人が入る、エンターガーデン。まだ未成熟な子供囚人が入る、ミニチュアガーデン。第三階層に存在する一般的な囚人が入る、チアリアガーデン。法に疎い囚人が法を正確に理解させるために入る、ルールガーデン。第4階層に存在する5階層へ機材人判決待ち囚人が入る、ジャッジメントガーデン。休むことなく永遠と働き続ける労働囚人が入る、メイクガーデン。第5階層に存在する最悪最低の罪人だけが集まる、サクリファイスガーデン。私に降りかかる不幸を全て肩代わりし、苦しむ姿が見れてもはやパーティー開きたくなるようなクズ中のクズが集まる、デスガーデン。私が頑張って頑張って、頑張って、作った10個のガーデン、これで勝つる。だって罪人じゃなくても裕福に過ごせる環境を作ったもんね。将来的には各ガーデンに責任者を置いて、勝手に社会でも作っててくれてたらいいよね。まずは100人、罪人だから多分4層と5層行きしか出てこないけど、1人くらいは側近見習いを置いてもいいな。1人寂しいし。何が罪人だよ。第3階層と第4階層、ひどい奴なんて冤罪で超善人混ざってたし、神の国と言ってもずさんねー。善人か、善人なら真面目に仕事してくれるだろうし、ちょっと呼び出そうかな。モルン様、ご用でしょうか。エルマ、トワさん、真犯人に罪をなすりつけられて牢獄に囚われた不幸な神様だよね。いやいや不幸自慢大会優秀できそうなくらい不幸だ。でもここでは罪は正確に浮き彫りにし、私の忖度と気分で正式にジャッジされる。君は雑魚からホーリーガーデンに配属したけど、日頃の行いとか性格はなかなか真面目ちゃんだからさ、この世界の管理をお願いしてもいいかな。もち私の代理で。私に、何を。ああ、別に気負わなくていいよ。どうせ大半はクズしか集まらないし、エルマが過ごしやすい社会を自分で勝手に作っててよ。私は求めるまで君たちに全然用はないからさ。このこと、身勝手すぎる。いやー、これでプリズンエデンの面倒は見なくていいし、ガーデンを作ったおかげである程度真面目ちゃんをプリズンエデンに呼んでも罪悪感なくなったし、どんどんプリズンエデンに呼んじゃおう。あ、そうだ、そういえば帝王様とメリア様の国はヨレカ帝国って名前だったよね。せっかくだし遊びに行こう。同じ勢力同士だから悪人がいたら喜んで受け渡してくれそう。あろろ、綺麗な国だね。今この国の国王代理をやってる子は誰かな。ここから数ヶ月後のルンは帝国のエラー問題に巻き込まれ、現在に至るのだった。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。